一番後ろで残り2周回となりました。前受けは依然として1番の松田雄一です。3番手7番の小林博也、この後ろマーク陣2番の植木、そして3番の柳、隊列変わらずにバックストレッチへと出ました。5番の西巻、6番手最高峰6番の久保田敦です。まだ誘導を使う形で1番の松田雄一先頭ですが、3番手から腰を上げて7番の小林博也発進、1番の松田雄一がさあそこに対して番手飛びつきを狙うが、2番の植木が出る、そして3番の柳までライン3人ができりまして、最終周回1番の松田叩かれ4番手、この後ろ5番の西巻修太は変わらず6番手です。さあ7番小林博也、今日はペースをつかんで2センターへ、番手絶好2番の植木和弘、3番の柳満、この3人の攻防に最後は4番山本圭太郎が縦足を伸ばしてきたが、先頭7番小林博也降臨、逃げ切りました7番の小林博也。